坪井の壺ですさっき吉岡アナウンサーが読んだニュースの中にもありましたように、はいえー、待機児童の問題ということがありましたですね。皆さん方からのお便りも 届いておりりままますのでご紹介してまいりましていょうおっぱい枕さんからいただいておりますが待機児童ゼロとして全国自治体の先頭を走っていた横浜市ですが4月1日時点で20人待機児童出ちゃったという話ゼロじゃなくなっちゃったと、ねはいうねで、はい、その代わりにといったさっきのニュースお聞きになった方はお分かりだと思いますけれども、はい、他の政令指定都市とかあの他の都市がね、うん、なんかこうゼロになりましたという先頭を走っていた 横浜市があの待機児童。 ちょっと今おるんです。という <laughs>、はい、なんか皮肉な形になってしまいましたですね。うん、えっと、そのことにつきましては、暴れん坊将軍さんからも待機児童に関しては数字ばかりが強調されますが、実態をきちんと把握する必要があります。実際困っている方が多いようです。少子化対策には、えー、待機児童も含まれるはずです。本当にそういうことですよね。よく言われるのは、安心して子育てができるのかというようなこと、はい、ましてや、うん、まして安倍さんは、 あのいわゆるあの配偶者控除というのをなくして、はいはい、女性はこれからどんどん社会進出をしていただきましょう、はい、ということですから。 社会進出、子育て、ちゃんと折り合いつくのかということからすると、この待機児童の問題というのはね、はい。ちょうどその狭間に立って大事な問題ということになりますよね。うん、ということなんですがね。うん、で、あの皮肉な結果になった、えー、先頭を走っていた横浜がゼロではなくて、他のところが追いつきましたよということで、私もいろいろ調べてみましたけれども、はいえー、これは横浜がですね、頑張って待機児童をゼロにしたためにですね、えー え横浜やったら住んでもいいぞとかねきっとね、うん、それから今もともと住んでる人もあそうかと諦めてたんだよ人もどううああというようなじゃあやろうかなっていうねいうこ、ん、とだいわる潜在的なというのはもともとそこにいた人も他から移ってきた人も分かりませんけども、はい、潜在的な人がじゃあうちもと言ったためにですね、ええ、横浜としてはですねあのー、まあこれ 14年4月まで1年間で認可保育所を31カ所定員を2390人増やしたにもかかわらず、それを 超えるような申し込みがあったも落ち着かなかったってことですね、はい。ですから待機児童が出てしまいましたということなんですね。うん、でそれに対して、えー、先ほどニュースにもありましたような、えー、政令指定都市の,あの福岡市なんかは1年間で83億円を投じてあの待機児童をゼロにしました、えー。京都市も4月にはゼロになりましたということで横浜を目指そうといって頑張ったところは、うん、ちゃんと ゼロという達成したんですが、横浜にはあまりにも多くの期待が集まりすぎてと、<laughs> 潜在的な数がどーっと。そうそう、ちょっとど、うん、ね、横浜市に対して、ちょっと同情しちゃいますけれども、うん、ちなみに名古屋市なんですが、うんえー、名古屋市はですね、えー 3月の時点の、これは記事ですね。うん、えっと、1月末の時に、うん、えー、およそ1168人の入所先が決まっていないということで、うん、待機児童ゼロの実現が難しいという見通しと、うんえー、なったというニュースがありますね。うんなうん、ちなみにさっきあの予算なんかの話も出ましたけれども、名古屋市は今年度までに、1年じゃないですか、今年度までにということなんですけど、うん、えっと、総額68億円の予算を投じてきて、 以前、ワースト1位だった時も流しありましたので、うん、そこからするとあの、だいぶ頑張ってはいるんですけれども、まだまだやっぱり待機児童は多いぞだってほら、横浜ゼロじゃなくなったって言ってても、待機児童数20って言ってましたけど、うん、この ニュースですと、1月末時点で1168人ですからね、うんえー、もうちょっと数が全然、まあ、人,人口とかいろいろあるでしょうけど、うんうん、数がちょっと全然違いますよね厚労省なんかが調べたところによりますと、あのいわゆるこの待機児童、あの小学校になると、保育所に代わる預け先が必要になってきますので、1> はい、まあ小1の壁と言われる、はい、いわゆる小学生の子たちは、学校から帰っ,てから帰ったとどうするんだというような、 こういう、ねえー、子たちは5年で30万人増えてるといる学童保育って一般的にはい、はい、言われて<で>ういう 今のしょ、うん、増や、うん、増やそうとしているということああ、そうか、そうか。はい、30万人、あの、まあ、だニーズはそのくらいあるわけですから、うん、あるということを前提に増やそうとしている。はい、はい。ですから、まあ、それだけいるというふうに、まあ、僕は解釈したんですけども、はい。あの、そういう、え、あの、少子化社会にですね、え、こういう子どもたち増えてるのかということですが子どもの数は減ってるけど、働こうとしているお母さんたちがどんどん増えていると。 うん、いうことなんですよね、はいはい、だからえそういった今のこのニーズ、うん、そういった傾向にですね、うん、各自治体なんかはどういうふうに取り組んでいくんだろう学童保育に関してはですね、うん、その数が足りないっていうのもありますけど今ある学童の施設に関してもですね かなり古くって、こう耐震とか大丈夫なんだろうかとか、うんうん、やっぱりその辺にかけられるお金っていうのが、やっぱこう自治体からもなかなか助成が出ない、うん、であの使ってる人たちからお金を集めてっていうような形になってくると、なかなか追っつかなくて、うん、そういったところの問題っていうのも、多分ね、私、あの子供が小学生だった時に、ね、いろんな学童を見ましたけど、うんうん、いろんなところでやっぱり悩み抱えてましたから、<ー>そういう問題もあると思いますよ。ね、保育所の問題やらら、うん、それから小学校1年 年生以降の子たちの預かる場所とかいうようなことがねいろいろこれから本当にあの少子化対策ということからするならばこれも大切なことだなと思いますね。